彼の場合は圧倒的にボールスピードだね。ズドンって入れられるとこっち反応できない。出場国数が少ないからかなりレベル高いよね。簡単ではないよ。それは山田選手はもう大岩監督が大会前から言ってたけど、やっぱりこういうゲームになったらセットプレーがキーになるって話をした時に、まあ最初のゴールはね松木玖生選手がゴール決めてるけど、まあ山田選手からのクロスだよね、はい、それ以外でもやっぱセットプレーっていうのは大きな武器になって、彼の左足っていうのは特別、決勝戦でもやっぱゴール決めてるけど、この左足っていうのはやっぱ特別。ここ何年間でも J リーグの中でもフル代表でもなかなかあそこまでに特別な左の選手っていうのはなかなか現れてない。現にだって J リーグ彼多分8試合かな6試合かなぐらいで2点取ってるわけだよ。シーズン通して一番多いのは7点とか6点なんだよ、シーズン通して。もうそのペースでいったらもう10点以上いくからね。あ、そうですね。どんだけ彼の左がすごいかってことなんだよね。あ、そのデータ的なこと言うとだよ、うんうん、いや本当に決勝戦もあの冷静で差であそこに蹴り込むのかって、やっぱあれは相当左足に自信があるんだろうな。まあそうね、こう持ち運んで一つこう一つこっちに持ち運ぶんだ、持ち運ぶ、これが効くんだよ。そうですね、これいつも言うんだけど、こう持ち運んでアウトサイドちょっと蹴る前にアウトサイドピュッと運ぶのね、うん、ゴールキーパーって必ずアウトサイド運ばれるとこっちに体重移動するんだよ、うん、この最後打つ前にちょっと角度つけるってものすごく重要なことで、これでまあ角度つけてバーンと打つこともあるし、角度つけてキーパー必ずこっちに反応するんで、このまま打つとキーパーそのままなんだ体重が、アウトサイドちょっとこっちに足を運ぶってことで体重がまあキーパーからすると右側にちょっと行くんだよ。そこの時にズドンって入れられるとこっち反応できない。このアウトサイドでちょっと動かして打つって俺子供にやらせねえんだけど、必ずアウトサイドで流してから打てって言ってるんだけど、結構重要な要素、ここに置くのとちょっと角度つけてるのと全然変わってくるんで、まあそのことによって入らないと決まるんだよ。でもやっぱりそれはすごく重要な要素で、だからニアサイドズドンやられた時にはやっぱりキーパー反応できない。強いシュートが打てるで、当然曲げて落とすことできる、うん、で曲げて落とすのも何がすごいかっていうとスピードがあるってこと。ありますね、これが一番彼の一番の強みだと思う、うん、曲げて落とすことできるけどあまりスピードがないっていうんだとあまり脅威じゃないけど、彼の場合はやっぱりボールにスピードがあるんで、やっぱり圧倒的にボールスピードだね、うん、高速でピッチャーが高速ですごい変化球を投げてくる、来たらやっぱ打てないよね、うん、そういうことなんだよね。まずはスピードがあるってことだね、うん、だからボールに力を伝えるのは体決して大きいわけじゃないけど、まあ、がっちりしてるわけじゃないけど、だけどやっぱりそのボールに力を伝えるのは非常にうまい、インパクトがうまい、あーボールに力を伝えるのってそうそう簡単にはできないけど、それは持ってる才能だよね。そうですよね。いやベルディ対マルノン戦でもそうな、やっぱここでフリーキック、要するに雰囲気やっぱ持ってて、持ってるな、何か起こるなと思ったらいやその通りここにズドンと行きますし、ね、なんでそれ雰囲気持ってるかっていうと彼が自信があるからね。そうですね、もう自分で言ってますからね、あ自信があるから決めよう、決められるっていう自信があるから、それ見てる人たち伝わるんだよな、うん、それ相手に対してプレッシャーになるから、うん、で彼はもう圧倒的にその自信を持ってる。ありますよね、それなんで自信がついてるかっていうと練習でもたくさん決めてる、試合でも実は決めてるってことになればそれ当然自信持つよね。で自分の特徴をはっきりと理解してる、だそういう部分ではその空気感を出す、そうするとああやって今度彼は左っていうことをみんなが認識し始めるとスタジアムがその空気感を作り出すから、より相手にプレッシャーかかってくる。だからそういう部分ではもう彼はそういうなんていうの、空気を作れる、スタジアムの空気感を変えられる選手の一人、まあ特別なものを持ってる選手の一人だな。それだけにもうちょっとこう普通のインプレー中にいいプレーもするけど、もうちょっとフィジカル的な要素も上がってくると、もう一つ上のカテゴリーでも十分こうやっていける、うん、入れたいなっていう、あのフリーキックだけでもね、うんうん、大きな武器になるんで、はい、俺前回のカタールのワールドカップの時に言ったけど、山中入れてくれって言ったんだよ。あ、はい、言ったよ ね、言いましたね、スペシャルな選手、そうですね、言いましたね、フリーキッカーとして入れてくれって言ったよね、うんうんうん、だから大岩監督じゃないけどワールドカップも一緒なんだけど、こう一発勝負なのよ最終的には。その時にやっぱ特別なものってやっぱ必要だと俺は思ってるんで、でそれで山中選手入れてくれって俺は言ったんだけどね。
叶わなかったけど、はい、森保監督にその俺の声が届かなかったけど届かなかったけど、今ちょっと怪我しちゃってさ、ちょっとね早く戻ってきてもらいたいなと思うけど、本当に特別なものを持ってるんで、でもそれをじゃあフリーキックだけで入れるかっていうとなかなか難しいんで、ピッチの中でもう一つインパクト残せるといい選手だよ、もう一つインパクト残せると結構ここは競争が激しいけど、一人だけやっぱ違いを特徴を持ってるんで、まあ、そこは魅力だよね、はい、でここ何年もちょっといないじゃない、フリーキック蹴れる人がフル代表で、はい、それだけにちょっと期待はしてるな、はい、魅力的な選手だな。ですよね。で、まあ、本大会パリ五輪本大会ですが、もうすでにあの組み合わせも決まっておりまして、今回アジアカップの順位によって入る組が決まるというものでした。で実際日本はグループ D、対戦国はパラグアイ、マリ、イスラエルと。パラグアイは南米1位、マリはアフリカ3位、イスラエルは欧州予選3位タイと、もう計16チームで争われるんですが、正直もうどこのグループに入ってもまあまあまあ一緒でね、それはいつも言ってることで、はい、そのアジアカップのベスト8も一緒なんだよ、勝ち上がってきてるからレベル高いどこでやっても一緒だって大江監督言ってたよね、韓国に負けた時に、はい、それはカタール、ホームのカタールとやりますけど、それはどこでも一緒だって、みんな現場的には一緒なんだよ、うん、だどこも簡単ではないと思ってるけど、ただじゃあ前回のワールドカップじゃないけどね、ドイツとかじゃあスペインとやってダメだったかって、逆にそれは良かったところもあるよ ね、 だから何とも言えない、うん、ただ1位になったっていうことで多少シードじゃないけど、うん、若干対戦相手に恵まれたって言い方をしちゃいけないけど、うん、少しはなんとなくやれるかなっていうところに入れたってことは事実なんじゃないの、はい、簡単ではないよ、それは。そんな簡単じゃない、そこまで日本のレベルが高いとは思ってないし、うん、今言ったように出場国数が少ないからかなりレベル高いよね。でびっくりするのはイスラエルがいるってことだよね。そうです、イスラエルすごいよね、すごい、 いつもニュースで見てるようなところは本当に、ね、アジア予選に関して言うとね、いやもうすごい自国で開催できないようなとこと一緒にやったりさ、シリアとか北朝鮮とかミャンマーとかさ、ねどんだけ日本が平和かって思っちゃうけどさ、思っちゃいますし、本当に参加できるのかなとさえ思ってしまう。ウクライナも参加するからね。そうです、ちょっと日本ではちょっと考えられないよね。です、いやそういうところもサッカーやってて、そういうところもやっぱ出てくるっていうところ、やっぱりいろんなものを背負って出てくる、そういうところとやるわけだから、本当にだから内情ね、本当に全てを知ってるわけじゃないので軽率なことは言えないんですけど、本当になんかサッカーの世界ってすごいなと思うんですよね。いやまあ本当そうだね、うん、まあどこでもやるし、そういう人たちがやっぱ背負ってるものってやっぱ特別なものだと思うから、そういうところでやらなきゃいけないわけだからね、はい、やっぱり相当覚悟を持ってやらなきゃいけないし、うん、まあどういうメンバーで臨むのかちょっとわからないけど、18人でしょ。そうですね、オーバーエイジ3人使うような話も出てるんで、はい、そうするとゴールキーパー2人、いつもこの話になるけど、そうですね、まあかなり狭きもんだよね、はい、で一つやっぱりこの18人枠でやっぱ今大きな話題になっているのはやっぱ久保建英選手どうなんだと、ここにやっぱりそれは欲しいだろうね。今名前出てるの複数のポジションからするんだよね。一つ言えるのはフィジカル的な要素なんだよな、それをどう考えるかなんだよ。でも圧倒的な違いを出せるってことだよね。そうです、それはもう絶対的に必要よ。そうですね、呼ばれたら行くでしょ、だって成長させてくれた監督なんだよ。